インターカラーこと国際流行職委員会は国際的な民間の色彩情報団体。また、俗に同団体が決定した流行色の呼び名。インターカラーは1963年にフランス、スイス、日本の主導で発足した。設立時の日本代表は色彩学者の稲村光雄だった。最初の国際会議は1963年9月9日に、 パリで開催され、北旗国に加え、西ドイツ、ベルギー、スペイン、イギリス、イタリア、オランダ、スウェーデン、アメリカ合衆国の11カ国が参加した。インターカラーは、加盟各国代表の非営利の色彩情報団体で構成されており、年に2回開催される会議により、加盟国のファッション、化粧品、工業製品などの 各産業で24ヶ月後に用いる色を選んでいる。選定色を選ぶ作業は、加盟各国の代表の色彩情報団体があらかじめ選んだ色を持ち寄り、提案、議論することで決定される。主にヨーロッパで開催される会議で、プレゼンテーションされる500色の中から特色ごとに決められ、毎年20、30色選ばれる。加盟国は常に変動しており、 2020年時点での加盟国は中国、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イギリス、ハンガリー、インドネシア、イタリア、日本、ポルトガル、韓国、スペイン、スイス、タイ、トルコ、アメリカ合衆国。かつてはオーストリア、コロンビア、チェコ、ルーマニアの代表団体も参加していた。日本の代表団体は日本流行色協会内の インターカラー、日本委員会。インターカラーで選ばれた色は、各業界では、比較的早い時期に出される、流行色情報とされる。ファッション業界を例にとると、選定色決定後から、目標時期までの2年の間に、まず選定色決定直後には、素材や形状が決められ、約1年前には試作された素材の展示会が、開催され、約半年前には、 展示会や発表会などが開催され、その後に大量生産が行われて小売店に並び一般消費者に最新のファッションとして身につけられるに至る。ありがとうございます。